皆さんこんにちは。痛風醍醐のローアルコールのすすめ第6弾です。はい、それでは今日の4杯目いってみたいと思います。4杯目はですね、久々、ノンアルコールいってみたいと思います。皆さんご存知でしょうか。アランミリアというですね、フランス産の非常に高級な、クオリティの高いですね、ジュースがあるんですけれども、ちょうどですね、アルコールの代替品オルタナティブとして、たくさんの、ハイクラスの、ね、飲食店さんで使っていただいてた、アランミリアというのがあるんですが、それに新商品が出ました。それがこの RM という商品です。なんと4種類出たんですけれども、今までのアランミリアはやはり、ジュースですので結構甘みがありまして、お食事との相性が合うんですけれども、そんなにたくさん飲めないよねっていうような話がよくありました。そういったところを考慮してからでしょうか、この RM はですね、かなり甘みを抑えたような作りになっております。今日はその中でクリスマスカラーであります、こちらのですね、ラズベリーミントインフュージョンへ飲んでみたいと思います。はい、かわいい瓶ですよね。しかも、オーガニック認証を取ってます。ですので、非常にヘルシーな飲み物とも言えるんじゃないでしょうか。今日は赤ワインの代替品として、こちらを選んでみました。すごくこれベースはリンゴなんですけど、ラズベリーの非常に爽やかな綺麗な香りがしますね。うん、リンゴをあんまり感じさせないですね。ベリーがやっぱり入ってますんで、赤ワインに少し、似たような、飲み口だと思います。それでミントがですね入ってるんですけど、香りに少し感じますね。爽やかな感じがします。うん、それでいてやはりそんなに甘くないですね。これでしたら赤ワインの代替として、お料理との相性もいいんじゃないでしょうか。ぜひ飲んでみてください。はい、それでは本日最後の5杯目いってみたいと思います。クリスマスでですね、欧米ではですね、非常に人気のエッグノック、こちらを、作ってみたいなというふうに思っております。ちょっとね、我々には馴染みがないんですけれども、本当に、アメリカとかでは、大定番らしいです。で、作り方はですね、非常に簡単です。卵の卵黄ですね、卵黄を1つ、それに、牛乳を80ミリ、それに、砂糖をですね、少々、まあ、お好みで入れたものをがこちらになります。それをですね、泡立て器で泡立てていきます。で、そちらをですね、鍋に入れて温めていきます。で、この温める時も、こうやって混ぜながらですね温めないと、ダマができちゃうので、注意しながら温めていきましょう。はい、温まりました。今日はですね、このエッグノックにブランデーを入れて大人のエッグノックにしたいなと思います。ブランデーを30ミリ入れていきます。で、先ほど、出来上がりました、こちらのエッグノックを入れていきます。はい、ちょっとグラスがちっちゃかったかもしれないですね。はい、で、シナモン、それから、シナモンスティックを入れて完成です。それでは飲んでみたいと思います。ああ、シナモンの非常にいい香りがします。これは美味しいです。カスタードクリームを飲んでるような感じですね。ブランデーも入っているので、体も温まりますし、シナモンも入っているので非常に、体も温まって風邪予防にも効きそうな、そういう美味しいドリンクになっているんですけど、ちょっと最後のデザートみたいな感じもあって本当におすすめです。ぜひこれも、作ってみてはいかがでしょうか。
はい、それでは、今回も恒例の純アルコールグラムを測ってみたいと思います。今回ですね、ブランデー入りのエッグノックですとか、新商品盛りだくさんだったんですが、非常にですね満足、盛り応えもありました。さて今回も 40g 以下になってるんでしょうか。やってみたいと思います。はい、まずシャンパン、12.5% という形で 10g、ロンケロ、ジンが 30ml 入ってますけど、9g、ペットナット、ナチュールなワインなんですけどアルコールがかなり抑えめですね。 11.5% で 11.04g、それから RM はノンアルコールですので、入れておりません。最後に飲んだエッグノッグ、こちらはブランデーが入っておりまして 9.6g です。さて合計はじゃじゃん。お、今回も行きました。 39.64g です。結構ですね、特にこの最後のブランデーはキック力もありましたんで、エッグノッグですね、今回はもしかしたら、超えてるかなとも思ったんですけれども、スマートドリンキングが今回もできました。今回もご視聴いただきありがとうございました。